はい、本日はですね、自分のオリジナルブランドの売上発表をしていこうかなというふうに思いますということなんですけども、実はですね、先月ぐらいかな、実はオリジナルブランドやってるんですけども、なかなかこううまいこといきませんわというね、あの大赤字というサムネイルのね、あの動画を出させていただきました。でそれ以降ですね、皆さんに本当ありがたいことにいろいろ購入していただいたりとかしてですね、本当に応援していただいてはいてるんですけども、まあそれからね、新しいあの意見とかもらうようになったんですよ。例えばコメントとかね、なんかあのステッカーとかつけたらどうなみたいな、このジャパンメイドっていうね、ブランドのステッカー作ったらどうとかっていうことをいただいてね、あ、僕よりもこう好きにね、ブランドになっていただいてる方いてるんやってことでね、あのちゃんとステッカーも作らせていただきました。でこれはね、購入していただいた方全員にねお付けしておりますので、これはあの案いただいた方ありがとうございました。まあ一応これ1月のね中旬ぐらいからつけてるようになってますので、またステッカーを届くの楽しみにしておいてくださいということで、今日のね動画の流れとしてはですね、まずは売上発表って何ですんのというところを先にお伝えさせていただきます。でその次に売上を実際に発表していきます。で売上発表していて、じゃあその売り上げたお金はどこに行ってるんだと、これしっかりこのこうポケットないないしてませんかというところでね、お話をさせていただいて、最後新作のねお話もさせていただこうと思っています。ではまず、なんで売上の発表しますのというところで言うんですけども、だいたいこういうのって皆さん隠すじゃないですか。まあだいたい言わんっていうのが相場かなと思うんですけども、じゃあ言っちゃえということでね、この金髪野郎は言っちゃった方が面白いじゃないかということでね、言ってはいきます。まあなので今のところはね、毎月言っていこうかなと思ってて、今回紹介するのは12月、先月の売上発表ということなんですけど、まあいい時もね、悪い時もね、こうやって皆さんに見ていただいて、皆さんにね応援していただいてる分、ちゃんとねあの報告していった方がいいなと思ったんで、売上発表ねしていこうかなと思ってます。まあただこれがね需要がなくてね、そんなことせんといてって言われたらね、まあすぐやめるとは思うんですけども、まあ今のところは毎月やっていって、ちゃんとオープンにしていこうと、こう隠蔽体質でね、隠して隠して隠すっていう人もいてるんやけども、まあそれやっちゃうのちょっとどうかなと。もう僕ちんはね、もうその何でもかんでもね、寝癖にしてもね、鬱にしてもね、もう何でも言うスタイルですので、僕は嫁のこといいから全て言っております。なのでね、まあ、こんなも隠す必要ないということでね、言っていきたいなと思っておりますので、では早速売上の発表していきましょう。ちゃんとね、皆さんにもね、画面を見ていただいた状態で、こいつ適度な嘘言ってないかっていうのをね、見ていただこうと思っておりますので、画面の方を今から出しますね。共有していきます。 3,2,1 オープン。はい、ということでね、これ今画面出てると思います。これあのベースの画面って言ってね、僕の公式オンラインショップの、画面が出ておりますね。でここにホームとかいろいろあるんですけど、この下のね、お金管理って書いてるところがあるんですね。いや怖いよね、こんなお金管理。あ、じゃあデータでした。データって書いてるところがあるんですけど、じゃあここでデータを見ていきましょう。ですね、月の売上とかにしたらいいんかな。こうやって月の売上にしたらいいと思うんですけども、じゃあ、12月がね、ずっとこうバンと大きくなりました。本当皆さんのおかげで、購入していただいてね、ありがとうございました。ではね、先月の、売上見ていきましょう。ポチ599万8642円ということでね、過去最高の数字が出ました。だいたいまあ600万円ぐらいかな。あと2000円ぐらいあったら600万円やったけど、まああの2000円は生かすということなんですけども、だいたい600万円、売上が立ったということでね、本当にまあ皆さんありがとうございました。まあ見ていただいたら分かる通りね、この今日はまだ0円になってるんですけどもね、で今月もちょっと低めでございます。だからもう今月はね、ちょっとどうかなって感じなんですけども、一応先月はね600万円だったというところにはなってるんですけども、じゃあこの売上どこ行ってんのと、お前600万もらってんのっていうことだと思うんですけどね、それは違います、ご安心くださいということなんですけども、こうやってね皆さんにいろいろ買っていただいて、お金がこうやって入ってきたら、次はそれを僕のブランドはね、日本の工場にしか依頼しないっていうふうに決めたコンセプトがありますので、まあそれをね、日本の工場さんに追加で発注かけてます。で追加で発注かけて、そこにお金を落としていくというスタイルでね、そうすることによって工場で働いている人のお給料が出たりだとか、まあ、もしかしてボーナスが出るまではちょっと渡せてないかもしれんけども、そうやっていろいろこうやって渡せていけるじゃないですか。でね、追加発注はね、もうあの発売開始してるロンティーがあるんですよ。僕今この着てるロンティーがあるんですけども、これはもうすぐ一発目完売してね、100枚ずつね白黒で作ったんやけども、もうそれもすぐ12月の時点かなんかでもう完売しとってね、次第2弾も今完売してて、次第3弾までは、発注今かけてます。でそれ以外にもね、ボディバッグもバンバン発注かけてますし、あと財布なんかもね、ちょっともうなくなってきたんでね、新しくまた発注かけたりはしてるんですけども、まあそういったところに日本の工場さんっていうのをね、僕は隠さずね、皆さんに多分出してると思うんですよ。この工場で作ってますよって出してるんですけど、そこにお金を払っていっておりますので、600万入ってきて、600万で何か買おうかなじゃなくても、その600万がそのままどっか行ってるという感じなんですけども、まあ、僕の場合は YouTube でね、ちゃんと収益が出ておりますので、まあ、それがね強みなんかなと思っております。ただね、じゃあ赤字赤字って言ってるけど、お前ほんまに赤字なんていうところね、あの前回詳しくお話できておりませんでしたので、そこをちゃんとお話していきます。で赤字赤字ってどう赤字なんかっていうとですね、まず分かりやすく言うと、僕今マウンテンパーカーをデニムのやつ作ってるんですよ。でマウンテンパーカーデニム作ってるんだけど、50着売れないと販売できませんというクラファンみたいなことをやる
ろうとしてます。でなんでそんなことすんのというと、1着パーカー作るの、マウンテンパーカー作るのに22万円かかってます。22万円、お前嘘ちゃうかと思うけど、こう明細書出してきますけどマジなんですよ。で一発目22万でしょ。でそれってやっぱり最初ってね、型紙とか服の型紙ってやっぱり最初作るんですけど、それがないから、それを一から作っていくのっていうのでお金めっちゃかかるんですよ。だからね、サンプル一発目でバンってかかるんやけども、じゃあ2発目なんぼですかって、これついこの間2発目出来上がったんですよ。うわ出来上がったって言ったらね、それが11万、それでもまあ11万すんのかっていうことなんですけど、作りちょっとねボタン変えたりとか、ちょっとドローコードの形変えたりとかして、こう仕様アップバージョンをね作って11万で作っていただいたと、この時点で30万かかってますよね。でさらにこっからですね、これで OK ってもし出たとしても SMLXL って4つ作らない、1回サンプルダメなんですよ。ってことでこれ10万かける4ってことで、これで70万かかりますよね。でそれ以外にやったらですね、まあこういったね、さっき見ていただいたステッカーとか、あとまあ発送するやつとかいろいろかかるんですけども、ってなったりしたら、もう売ってもないのにこの段階で100万近くかかってるわけなんですよね。でここまでサンプル代かけるのって今日本で僕だけしかいてないらしいんですよ。かの有名なセレクトショップとかでもそこまでお金かけられへんって言っててね、まあサンプルって要は売るか売らんかわからん状態じゃないですか。やのにそこまで金かけれるやつってどっかで収入がないと無理じゃないですか。でまあありがたいことに向かって YouTube させていただいてね、そこで収入がありますので、それを使ってるということで、服単体で見ると服の売り上げでは要ペイはできないんですよ。だからある一定のねラインまで売れてくれればプラスが出てくるけども、まだここまでいかへんにやったらずっとマイナス状態ですよと。そしてそのマイナスどうやって補ってんのって言われると、 YouTube の収益であったり、あと案件であったりとかっていうところでこうやって補っていくんですけども、まあそうやってるからね、赤字やけども笑ってられるんですよ。これマジでね、他で収入源なかったら笑えません。でそんなサンプルも作りません。でもっと原価も安くします。だけどまあそれができるのがね、自分の強みやなと思ってますし、工場さんからも言われてます。あの百貨店とかとも取引あるんやけども、百貨店よりクオリティレベルならんぐらい高いですよって言っていただいたりしてね、まあそれは僕がすごいとかじゃなくてね、まあ視聴者さんがそれを分かる方やからね、購入していただいてね、あ安いやんって言ってね買っていただいてるだけですのでね、まあそれは工場さんにもそうやって言うんですけども、まあそんなとこで赤字やねんけども生活できてますよというところにはなっております。で新作がですね、まあこのロンティはもうまだ動画作る前になくなっちゃったんですよ。だから今追加で200枚ずつ、初回100枚100枚で計200枚頼んでるじゃないですか。で次もね200枚頼んで、もう次も200枚頼んでってやってますので、まあ春ぐらいにね動画作れたらいいかなみたいな、もうないのにね動画作ったってしゃあないから、まあ出来上がり次第ねやろうと思ってますし、あとねネックレス、僕今これつけてるんですけど、このネックレスもね、日本製で作っておりますので、これがねちょっとね時間がねかかっててね、3月ぐらいにね販売できるかなっていう感じになってますので、ポップアップのね3月の東京とかにはね間に合うかなと思ってるんですけど、まあこんなん作ったりだとか、あとはねサングラスもね今ちょっとね、福井の鯖江っていうところが超日本っていうか世界中で有名なんですよ。それそのサングラスどうかななんていうのも話してますし、まあとにかくね、まあ、そんな感じで動いておりますので、まあその詳細はね、下のコラムの方でね、公式ホームページのコラムの方で随時発信はしてるんですけども、まあ過去最高の今月じゃなくて先月か、12月はね600万円いったということは、ほんま皆さんのおかげでございます。でまあ今月はそんないかんと思いますけども、まあそれはね、まあ、買っていただいてね、お客様にねこう満足していただければね、また次も買おうかなと思っていただけるかもしれないですけど、中途半端にぼったくったりとかしてね、絶対二度と買わんとこうって思うじゃないですか。だから僕はもう値段以上のものを送ろうと思っていつもやっておりますので、まあレビューとかね見ていただければね、ほんと嬉しいことはいっぱい書いていただいてるんですけども、まあそんな感じでね継続させていただいております。だからこれ皆さんのおかげでね継続できてますので、まあ、本当に嬉しいなと思いながらね、日々僕の好きな服を作らせていただいてまして、企画とかねパターンとか全部僕一人なんですよ。裏で誰かがおるとか、なんか黒幕がおるとかね、誰か怪しい売人が後ろおるんじゃないかと思われるかもしれないけど、全部僕がやってますよ。電話のやり取り、メールのやり取り、金額の支払い、全て僕がやってますので、まあその分ね人件費がないから、中間マージンもね取らずに、まあやらせていただいてるんですけども、まあとにかく最初のお金かかりますよね。新規開発するってマウンテンパークもそうだけども、最初作ろうと思ったりしたら、どんなアイテムでもね50万ぐらいはかかるんですよ。でそれもね安くしようと思ったらできるんですよ。サンプルとかほぼ作らんでもいけるっちゃいけるんやけども、だいたいサンプル作ったりしたらね、まあ50万ぐらいいくし、このロンティーもね、失敗に失敗を繰り返しですね、50枚近く多分作ってるはずなんですよね。まあそれは言い過ぎだからね、40枚ぐらい作ってるんですよ。だからやっぱこだわるとねお金はかかっちゃうし、こだわらんかったら安くできるんですけどもね、まあそんなところでまあまあいろいろ思うことはあるんですけどもね、まあこうやっていろいろ発信させていただければなというふうに思います。まあそういったところで今は細々とやらせていただいておりますというのが、今月の、売上発表というところになっておりました。またね需要があれば来月もやりたいなと思っておりますので、本日はこの辺で終わりたいなと思います。ということでオリジナルブランドの売上を発表してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。